無意識だからさ、コツだからさ、無意識に頼るってどういうことか知ってる？本当に自分を信頼してあげるってことなんだよ。それって自分を大切にすることと一緒じゃない？直感に従うってことは自分を信頼してるってことだよ。自信を持つってことじゃん。でも意識では怖いんだよ。なんでこんなことしてんのみたいな。それだから自分に委ねてあげるってことなんだよ。それさっき最初の話につながるじゃん。委ねることがみんな苦手になってるって。人に頼ることが苦手、委ねる、任せる、それ超苦手なんだよ。だから自分に委ねることもしないんだよ。あ、これいい感じで今日は終わりますよ。ラジオが委ねる、委ねる、委ねるが今日のテーマなんで、委ねる練習してください。無意識に。無意識はね、天才だし、あなたのことを大好きなんで、必ずいい方向に導いてくれます。スピリチュアルみたいスピリチュアルリーダーって呼んでください、私のこと。かっこ笑いで。